ナイス DTM、 いつもご利用ありがとうございます。音楽スクールで DTM クラスを担当しているキックンです。今回は超絶便利なテンポ解析ツールに関してお伝えしたいと思います。ね、このロジックはオーディオのテンポというのを、解析するいくつかの方法があるんですね。実はいろんな便利な機能がたくさんあるんですけれども、その中でも、結構ね従来型ではあるんですけれども、かなりねシンプルで分かりやすい機能があるので、これ結構おすすめなのでお伝えしますね。その名もプラグイン名で BPM カウンターというものでございますね。 BPM カウンターで出し方は簡単です。ここのいつものプラグインのところですね、このオーディオのね、まずはここねちゃんとオーディオのねトラックを選択してあげて、ほら解析したいこの音源が入ってるんですよ。これでテンポ全然違うんですよ。今120で、この曲のテンポはもっと速いんですけど、ほら全然違いますよね、テンポ。なのでここのオーディオのところのオーディオ FX っていったところをまず選択してください。そうするとこの中にこのメータリングっていう項目があるんですよね。ほらここメータリングね、ギター用のチューナーとかもありますけど、でこの中の BPM カウンターっていうねプラグインがあるんですよ。でこれをクリックしますよね。そうするとシンプルな画面が出てきます。ね、これ、何かというと、もう再生するだけです、はっきり言って。ちょっと再生します。仕組みとしては、再生して、このプラグインがこのテンポをね、考えてくれるんですよ。大体このくらいかなって。ちょっと再生しますね。もうこれだけです。ひたすら再生。あ、その際の注意点としては、このメトロノーム鳴らないようにしておきましょう。この音もね、邪魔なので。ね、このようにね、しばらく待つと、ほら。139.8 みたいに出てますよね。あ、70になった。これどういうことかというと、おそらく140なんですよ。さっき 139.8 ってなってましたよね。そう、これはあのロジックが解析する際にさすがにね、いろんな音がバーって入ってるね、OK とかだと特になんですけど、確実に 100% 的中はさすがにできないんですね。なので例えばこう70と出てしまった場合というのは、この曲テンポ70なわけないですよね。もっと早いですよね。なので2倍にするんですよ。ほらここかける2ってありますよね。そうすると140、あ、この曲は147ってことになるんですよね。じゃあ例えばさっきね、138っていう表示が出たと思うんですよ。138っていう表示、その時はだいたい四捨五入すれば間違いないです。もちろんね、曲のフリーテンポのものとか結構ね、一筋縄では本当にいかない場合もあるんですけど、かっちり演奏されたものであれば、ね、ちょっと 198.7 とかだったら四捨五入するのがいいわけですね。でそれでちょっとまた改めてね確認しましょうか、違う場所 でこれ結構ねビートがちゃんとはっきりしてるところの方が取りやすいんですよね。あんまりビートがはっきりしてないところだとちょっとね時間がかかったり変なテンポが出ちゃったりするんですけれども、ほらずっと読み込ませてあげてると、ほら、あ、140になった、ちょうど139.9 とかなってましたけど、で例えばスローバラードの曲なのに140みたいなね数字が出ちゃった場合は、この割る2ってしてあげて、こうかける2とかね、割る2っていうのを駆使してあげて、うまいことね確認してあげるっていうのがいいわけですね。こうやってこのボタンで70かなとか140かなっていう感じですね。でそうしたら、これはあくまでもカウンターなので、あくまでもただ計測するためのツールなので、ここでちゃんと自分で入力してあげましょう。解析されたテンポ140って自分でここは手動でやります。そうなんです。でこれでテンポを確認すると合ってるはずですね。ほら綺麗に合ってますよね。ピッポポッポッピッポ、だいたいテンポってね最初は合っててもずれてる場合っていうのは、なんか最後の方に行くとずれてきたりするんですけど、最後の方に行ってもちゃんと合ってますよね。ということはこの曲はもう前編通して140ねであることは間違いないってことが分かったってわけですね。この BPM カウンター本当便利なので、ぜひねリミックス制作とか、あと純粋に曲のテンポを知りたいだけみたいな時に、ロジックにねこの好きな曲のオーディオデータを読み込んであげて、チェックしてみてください。僕のチャンネルではこういった基礎的な使い方だけでなく、アレンジのね方法とかもいろいろな、ね、情報を伝えておりますので、ぜひチャンネル登録やコメントをしてね、こう絡んできてください。質問も受け付けております。皆様のお言葉が本当にパワーになっておりますので、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。キックンでした。